最近のおすすめ BL 教えてほしいです。漫画でも小説でも何でもいいです。世界太郎さんありがとうございます。 BL か、もうずっと一番好きなのはギブンが本当に大好きで、ギブンのオタクすぎて、ギブンのグッズもめちゃくちゃ持ってますし、よく生誕祭とかイベントがあると言ってました。でぐらいギブンが一番好き。ギブン見たことない人はもうぜひ見てほしいな。なんか BL ボーイズラブが好きじゃない人でも、だから好きじゃない人にも見てほしい。もうねカラオケ行ったらとりあえずギブンの歌全部歌うしってぐらい本当にギブンが一番好き。だから名前がねちょっと言いづらいんだけど、言っていいのかなこれ。セックスドロップっていう単行本があるんですよ。その1話で終わるっていうか、それが一番大好きで、もうそれは番外編の方も買いましたし、電子でも買ってるし、その何手元にあるタイプも買いました。でこれ一番好きです。めっちゃおすすめ。しっけ先生のセックスドロップがめちゃくちゃ好きです。男の子になそういうのではね、猫とタチってのがあるんだけど、タチ側の子が猫になっちゃうって、なんて言うんだろう、だタチヒロシは猫ヒロシになるみたいな、なんて言うんだろう、 そういう感じタチヒロシだねなんかそういう感じ、タチヒロシが猫ヒロシになるって感じのお話なので、そう、なんかもはや内容としてはもうタチヒロシとタチヒロシのラブラブ漫画って感じはい、そんな感じですねそう、猫ヒロシがもういなくなってしまう世界って感じです。次むせたエミタンこんばんは。自分はテニスが趣味なんですが、エミタンはどんなペースが趣味ですか。ペースが趣味ってどういうこと趣味なペースはどんな趣味、これどう答えたらいいの。荒巻き足